それではよろしくお願いします。キスキットランタイムプリミティブを使いこなすということで、えっ、ー、と、まず、あの、皆さんはじめまして、えっ、ー、と、自己紹介からさせていただきます。名前は浜村一行と申します。えっ、ー、と、IBM で、えー、と研究員をやっていまして、えー、と2020年にですね、京都大学で、えー、と博士号取得後、まあ、そのまま IBM に入って、まあ、そこからあの3年間研究員やっていました。 で、入社後にキスキットアドボケートの、あの、を取ったりとか、あと今だとキスキットテラ、もう、もうテラじゃないんですね。あの、キスキットになりましたけどこちらの、えっ、ー、と、コードオーナーであったりとか、コミッターというやつですね、だあったりとか、あと、キスキットの中にプリミティブがあって、まあ、プリミティブの,あの開発の、あの、チームの一人として、まあ、あの日々あの、研究開発をやっております。 で、えっ、ー、と、アカウント名1個、浜村で活動していますので、あの、もしなんか SNS 等であの見かけましたら、フォローしていただけますと幸いです。で、あと、教科書ですね。あの、量子コンピューターシステムという、この右の画像の本を翻訳しました。もともとあの、シカゴ大学のフレッド・チョン先生らが書かれた本なんですけれども、あのシステムっていうタイトルがついてるだけあって、あの、 アーキテクチシステム、コンピューターサイエンスの方のあの専門家の人が書かれた本です。で、えー、と量子コンピューター本はやっぱり物理とかの観点が書かれた本多いと思うんですけど、あのシステムとして書かれた本はすごく珍しいと思いますので、あのえー、と前提知識としてもあの線形台数とかの基本的なことぐらいですので、まあ、あのぜひあの手に取っていただいて、まあ、見てもらえると幸いです。 ということで、本題に入る前にですね、うん、このトークの目的をはっきりしましょうと。まあ、あのこのトークはプリミティブに関する、まあ、概念とか、まあ、言葉に皆さんに出会ってもらうことを目標にします。まあ、なんかいろいろ知らない、まあ、プリミティブという言葉自身がそうだと思います。まあ、知らない言葉いっぱいあるなという感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとでもなんか聞いたことあるなぐらいになってもらえると嬉しいです。で、あのこのトークの後に書い、まあ、てもらって、チュートリアルをやってもらって、 あのもらおうと思ってもらうことが、まあ、実機を使ってもらえれば、一番嬉しい限りです。な実機というのは、やっぱり結構、ドイツがあって、癖があるものですので、うん、まあその中で、ちょっとでも実機を身近に感じてもらえると、嬉しいなって感じです。逆に話さないことですね、いろんなコード例、豊富なコード例、今日は出しません。一番簡単な例ぐらいは出しますけれども、こまご、あ、まとしたところは出さないつもりです。あの いろんなコー,ド例コードの例についてはあの、チュートリアル、もう日本語の方も充実してますので、そちらを参照していただくのが良いのかなと思います。また、あの数学的、物理的、実装的な詳細についても一切話しませんあの。話すとキリがないので、1時間ではとても終わらないので、まあ、あのざっくりとした感じの概要とさせていただきます。 で、目次としてはこんな感じで、まあ、そもそもプリミティブって何ですかという話。で、サンプラーで確率分布のサンプリングをする話。エスティメーターで期待値推定する話。そして、量子コンピューターのエラーを緩和していくという、まあ、4本立てでやっていきます。では、早速、プリミティブって何でしょうかという話をやりましょう。まあ、プリミティブって <laughs>、 アルゴリズムのためにあるんですね。アルゴリズムっていうのがのためにあって、じゃあ、アルゴリズムにとって量子コンピューターには、まあ、どんなインターフェースを提供すればいいんですか、まあ、もうちょっと簡単に言うと、アルゴリズムにとって量子コンピューターは何やってほしいんですかということを考えてみましょう。まず一つあの、グローバーのアルゴリズムっていうのをこちらの例で、まあ、考えてみます。 あのグローバーのアルゴジウムっていうのは、まあ、なんか、えっ、ー、と、量子状態準備して、グローバーオラクルを通した後、まあ、ディフュージョンオペレーターっていうので、えー、と増幅してやって、あの確率、最後、測定する。で、測定した結果、確率分布を得る。で、それが答えになってるというのグローバーですね。で、えっ、ー、と、じゃあ、何やりましたって考えると、まあ、量子回路をあの、量子回路がなんか量子的なプログラムを 書いてるわけですねで量子回路を受け取って確率分布を返しました。まあ、量子回路を受け取って確率分布を返すものがなんかあると良さそうだなという気がしてきます。じゃあ他の例も見てみましょう。まあ、バリエーショナルクアンタムアイエンソルバー、いわゆる VQE というやつですね。VQE を考えてみますと、まあ、VQE ってどういうものかというと、一、まあ、枚、えーとフ,ェルえー、とフェルミオン、化学の問題とか、 まあ最適化問題、この絵だと多分、巡回セールスマン問題とかを意識しているような気がしますけど、といった、あカーソル出せるんだと。科学の問題とか最適化問題っていうのをまあ変換してやって、量子ビットのハミルトニアンというのにまず変換します。で、この量子ビットのハミルトニアンってやつは、えーと、Pα っていうのは、パウリ行列って言われてるやつで、X とか Y とか Z からあのな,るやつですなる行列ですね。 でえー、とのなんか係数、重みをつけた、で、足し合わせたものが、まあ、ハミルトニアンっていうやつになってますと。で、こちらを、えっ、ー、と、えっ、ー、と、量子状態なんか準備してやって、こう、期待値を計算してやって、で、その足し合わせて, H へかけて足し、Hα をかけて足し合わせ。 えっとエネルギーを計算してあげますとでこのエネルギーが下がるようにパラメーターのシーターを調整してやってまた量子コンピューターで期待値計算しますっていうのをこうくり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 繰り返してあのち一番ちっちゃいエネルギーを探していくっていうのが VQE というやつでしたじゃあ量子コンピューターでこれ何しましたかって考えるとえっ、ー、とこのオブザーバブルですねこいつとえっ、ー、となんか量子回路 をを受け取ってなんか期待値を計算したわけですじゃあ、そう考えてみると、期待値を計算する、なんか、やつがあると便利だなっていう気がしてきます。で、まとめてみますと、あの量子アルゴリズムって、まあ、大体は、まあ、ちょっと例外、大体はこの2種類にあの集約されます。確率分布を計算するものと、えー、と期待値を計算するもの。 の2種類があります。まあ、具体例としては、グローバーとかアンプリジンプリフィケーション、クワンタンフェイズエスティメーションといったところは、まあ、確率分布でしょうし、えー、VQE とか QAOE とかは、期待値でできるものですと。まあ、はい。で、えっ、ー、と、なので、えーと、この2種類の計算をするやつを、えー、なんか作ってやろうといったときに、それがプリミティブというものです。えー、プリミティブというのは、 このその2種類、サンプラーとエスティメーターという2種類がありまして、えー、サンプラーというプリミティブは、えー、量子回路を受け取って確率分布を計算するもの、えー、エスティメーターというプリミティブは、えー、と量子回路とオブザーバブル、まあ、ハミルトニアンというやつですね、オブザーバブル、えー、を受け取って期待値を計算するものになっています。 なので、えっ、ー、と、この2種類をなんか作ってやると良さそうだなっていう感じが、なんとなく、えー、伝わってればいいですね。で、こち。じゃあ、えっ、ー、と、量子回路っていうのは、えっ、ー、と、間違えた。量子デバイスっていうのは、どんな回路であっても、この回路の部分ですね。まあ、なんか回路を渡すんですけど、どんな回路であっても実行できるんですかっていうのをまあ考えてみますと、そんなわけはありません。 どういうことかと言いますと、実機、デバイスで、量子コンピューターで、えー、と実行できるゲートっていうのはあの限られています、えーと。実行可能な回答のことをベーシスゲートと言いますけれども、あのどんな、えー、とゲートでも実行できるわけではないので、えー、と実行できないゲートは実行可能なゲートに変換してやる必要があるわけですね。また、えー、と カッッププリングマップというのがあります。これはどういうものかというと,、えー、と、量子コンピューターでこういう図を見たことある人がは多いと思いますが、えー、とこの、えー、と点ですね、円、丸,丸円は、えー、量子ビットを表していて、このつながっているのがその、その量子ビット間はつながっていますよっていう図を表しています。まあ、逆に言うとどあの、量子ビット間でつながってない量子ビットがありますと。 なので、えーと、例えば1と13の間で、なんかゲート操作、C ノットゲートをかけてやろうかな、みたいな、えーと、制御ノットゲートをかけてやろうかな、みたいな操作はできないわけですね。なので、た、え、ど、ーまあえー、ってやってあの変換してやるとか、まあ、あるいはどの量子ビットを使うかっていうのを選うまいことを回路に合わせて選択してやるとか、そういったことが必要なわけです。 でこういったベースゲートへの変換とかカップリングマップに合わせた回路の変換のこ,のことをトランスパイルというふうに言いますで。トランスパイルするやつのことをトランスパイラーって言うんですけど、まあトランスパイラーが必要です。でこの辺をま考えるのはなかなか大変です。もちろんえっ、ー、とキースキットはこのトランスパイラーを提供してますけども、あのなんかよくわかんないけど女子なにやってくれたらいいなみたいなユーザーもいるかと思います。 でえー、とそれだけじゃなくて、トランスファイルする必要はもちろんあるんですけど、えー、先ほども言ったように、量子コンピューターっていうのはエラーがあります。この絵だと,、えー、と、色が薄い、紫に近いこのところ、例えば15、18巻のここの、えー、と線がちょっと紫ですね、えー黒。暗いところはエラーが少ないんですけど、この明るいところ、エラーが多いということなんですね。なので、まあ、エラーがありますと。 でエラーがあるので、じゃあそのエラーをあのミティゲーあの緩和したり、抑制したりしてあげないといけません。まあ、緩和抑制っていうのとばの,の説明は後でちゃんとしますが、まあ、要するにエラーを消してやらないといけないわけですね。まあまあ、完全には消えないですけど、まあ、少なちょっとでもあのエラーの影響をないようにしてあげないといけないわけです。そういったことをするのは結構大変なんですね。 なのでそういったものを隠蔽してやった、えっ、ー、と、隠蔽してやってたなんか抽象的なレイヤーがあると便利だな、まあ、アルゴリズムとかアプリケーションを作ってるような開発者、研究者にとっていいよねっていうのが、まあ、プリミティブになります。なのであの量子コンピューターをの,あの実態に直接なんか量子コンピューターさんこんなか。あの を流してくださいって直接やるのはいろいろ制約あって大変ですしあのエラーの影響も強く受けるので、まあ、実際どうやってやるのかっていうのをあの中でやってくれるやつがプリミティブになります。でプリミティブが2種さっきも言ったように2種類あってサンプラーとエスティメーター確率分布を計算するやつと期待値を計算するやつの2種類があるというふうに、えー、とプリミティブの概要としてはここまで分かってくれればえっ、ー、と いい感じです、すプリミティブ、IBM はいろんなプリミティブ作ってるんですけれども、い、え、ろ、ー、んなプリミティブの実装があります。4種類具体的にありますね。で、今日のメインであるのは、ランタイムプリミティブってやつですが、えー、バックエンドプリミティブ、エアーのプリミティブ、えー、テランにあるステートベクターのプリミティブっていう4点があります。 まあこれどん、あの4つもあって、どれ使えばいいんやっていうことをよくあの悩まれるユーザーもいると思います。で、えー、そういう人のためのチャートですね、がこちらです。まあ、右の方から始まって、えー、とやりたいのはシミュレーションですか実機ですかと実機だったら IBM のバックエンドですかそれともサードパーティーの他の IBM じゃないバックエンドですかともし IBM のバックエンドなんだったらイエス、ランタイムのプリミティブを使うのが良いでしょう。 IBM のバックエンドじゃないんだったらまあえっ、ー、とこちらバックエンドプリミティブを使うのが良いでしょうとみたいな感じでえっ、ー、とまあこういったチャートありますねもしあの迷っている方いたらぜひこちら参考に選んでいただけると嬉しいですはいここまででプリミティブの概要となんですがなんかプリミティブの概要について質問ある人いますかちょくちょくくびって質問受けようかなと思ってますが いかがでしょうあ、概要なんでいいですかね。なさそうなら次いきます。はい。サンプラーですね。最初、確率分布計算するやつです。まあ、コードの例ちょっとだけ見せようかなと思って見せますと、えー、これは kiskiit.primitives っていうところからインポートしてます。 えーとさっきで言う、このステート・ベクター・プリミティブという一番簡単なシミュレーターですね。はい、えーと、はい。で、何かしら量子回路をこう作ります。で、サンプラーの、えー、とインスタンスをこうサンプラーって作ってやって、サンプラー・ドット・ランっていうやつにこうさっき作った量子回路を渡してやると、計算してくれるというやつです。すごくシンプルですね。 で、えっ、ー、と、パラメータがある回路の場合でも、なんかこう、パラメータライズの、パラメータがある量子回路を作ったとしても、こういうパラメータバリューズっていうので、パラメータの組みを渡してやると、まあ、そのパラメータで、えー、を入れて計算してくれるっていう機能もあります。で、あ、間違えた。えー、と、今日のこのために、 作ってきたノートがあります。ええー、とですね。補足ノートブックです。でさっきのやつは、えーっとまあ、まず量子回路を作ります。もうなんか特に深い意味なくあの、ランダムな回路を作りました。ランダムサーキットを作ります。で、えー、っとサンプラーですね。さっきの、えー、っと、 スライド上でのやつだと、KISKIT.primitive キキからインポートしますけど、KISKIT キキ IBM ランタイムからインポートすると、ランタイムのプリミティブが使えます。インポート元変えるだけでこう変わるわけですね。で、えー、とサンプラーというやつ、えーと、バックエンド、どこで実行する、何で実行するのかを指定する必要があります。まあ、これはシミュレーターですけど、ここに IBM k i e、えー、とか IBM プラハとか書いてあげると、 そのバックエンドで実行することができます。で、サンプラー .run、さっきと一緒ですね、回路を渡してやると、その回路がで実行してくれます。で、リザルトっていうのを呼べば、リザルトクラスが返ってきて、リザルトクラスの中、こんな感じになってます。まあ、クエ、クエザイ・ディストリビューション、えー、確率分布とですね、えー、と、メタデータが入ってます。で、こっち、確率分布0123がこのキーになってるんですけど、 まあそれだったら結構読みにくいので、えー、と中でバイナリープロ r ビリティーズっていうこのメソッドを読んでやると、あのおなじみの00011011をキーにしたやつが得られます。で、見方としては、この11、ね、があの51%ぐらいあって、00が41%ぐらい出たんだなってことが分かります。 またメタデータにはここだとショッツっていうのが入っていて、まあ、4000ショットっていうのは4000回実行してサンプリングしたんだなっていうことが分かったりします。まあこれだけだったらあまりにも簡単ですにもうちょっとあの見ますと、オプションの設定ができます。えー、っとこう、オプションズっていうのを呼んでやってですね、まあ、オプション設定の仕方はいろいろあるんですけど、このやり方が個人的には好きですね。なんでかっていうとですね、オプションズに対して、 あの、こう、保管が効くからですね。なんか、レジリエンスレベルがーとか、こういう感じで、保管が効くやり方になっていますま。いろんなオプションあります。まあ、実際この各オプションが何なのかは、ドキュメントを見ないとわかりませんが、まあ、オプションあります。で、えっと、レジリエンスレベルが1、まあ、後でレジリエンスレベルっていう、あの、エラーの緩和のレベルですね。っていうのを、あの、説明しますけど、そういうのを設定したり、オプティマイゼーションレベル、まあ、量子回路最適化のレベルですね。 をあの取ったり、あるいはエグゼキューションショットていうのであの、さっきのショット数を変化させたりということができます。で、えー、とオプションの渡し方もシンプルですね、えー、とサンプラーってやつに対してこう、オプションを渡してやると,、えー、と、そのオプションで実行してくれます、まあ。実行した結果がこちらで、そうですね、メタデータ見てみますと、ショット数8192になっていて、増えてると。 で、あと、M3 というリーーアウトエラーミティゲーションを使ったので、まあ、ミティゲーションしてくれてるんですが、今回シミュレーターなので、そもそもエラーがないので、ミティゲーションのオーバーヘッドは一でないですし、なんか、そんなに深い意味はなかったという感じですね。まあ、実験でやったときに、こちら、すごい、あのー、力を発揮します。まあ、その様子は後で見ましょう。という感じで、サンプラーのえーと使い方コーナーでした。 そしてサンプラーの説明はこれで終わりです。じゃあ、エスティメーター見ましょう。まあ、エスティメーター、正直なところ、えっと、量子コンピューターの、あの、今の量子コンピューターだと、エスティメーターを使うケースが一番多い気がします。で、エスティメーターですね。エスティメータープリミティブなんですけれども、まあ、こんな、まあ、大体一緒なんですが、こんな感じで使えますと。 えーとさっきと同じですけど、kiskit.primitives キキというあの、さっきのステートベクターで書かれている、えー、と一番簡単なやつですねで、の例を載せてます。で、オブザーバブルとしてこう、なんかパウリとその係数の,あの組のリストを渡してやると、オブザーバブルが定義できて、あとパラメータの組ですね、適当にパラメータの、まあ、深い意味ないパラメータを定義してます。 エスティメーターの、このエスティメーターカッコでインスタンスを作って、ランってやつに、量子状態とオブザーバブルとパラメーターとか渡してやると、その期待値を計算してくれると。具体的こういうやつを計算してくれます。複数渡すこともできて、この場合、1個目、1個目、1個目の組み合わせで計算されて、2個目、2個目、2個目の期待値が計算されて、3個目、3個目、3個目の期待値が計算される。 というふうになってます。で、リザルトっていうやつの中の、リザルトクラスの中のバリューズっていうところに、実際計算した期待値があります。で、えーと、期待値の測定ってどうやるんですかっていうのが、まあ、あるかもしれないですけども、期待値の測定については、えー、と過去にクアンタム東京の勉強会で沼田さんが、えー、と発表してくれています。 こちらの YouTube のビデオ VQE、キスキットチュートリアル勉強会アルゴリズム編 VQE ですね。こちら見ていただけますと、えー、どういうふうに計算するのかっていう話は載ってますの、ね、で、今日はちょっと省略します。ではちょっとコードを見てみますかね。えっ、ー、と、エスティメーターです。あ、さっき言い忘れましたが、サンプラーはここのやつをちょっと改造して載せてます。エスティメーターはここのやつをちょっと改造して載せてます。 どちらも公式のチュートリアルです。の日本語。はい。で、えっ、ー、と、ランまあ、同じくですね。ランダムサーキットを作っておきましょう。で、ちょっとだけ重要な点なんですけれども、サンプラーは測定がいります。ここですね。測定いります。エスティメーターは測定いりません。これ違いがありますので、ちょっと注意してください。えっ、ー、と、違うのを投げると意図しない動作をするかもしれないですし、えっ、ー、と、エラーが返ってくるかもしれません。 まあ、とにかく、サンプラーはこちら。測定がいって、エスティメーターはいらない。あの、エスティメーターは期待値測定のために、えっ、ー、と、測定をエスティメーター内部で追加するので、測定いらないわけです。なので、測定はいらないってことだけ注意してください。で、スパースパウリオペレーターですね。こんな感じで作れます。えー、はい。XZ 感じで作れますね。えー、まあ、ちなみに、 なんか、2倍したかったら、2 ×にしたら2倍できます。まあ、深い意味はないですが。はい。で、えっ、ー、と、さっきは kiskit.primitives の方からインポートしてますけど、今回はさきあの同様に、上の例と同じく kiskit.ibm.runtime からインポートしますと、えっ、ー、と、ランタイムの方のエスティメーターが使えます。なのえっ、ー、と、 で、こちらですね。えっ、ー、と、エスティメーター。まあ、さっきとサンプラーと同じです。バックエンドに何か渡してやります。バックエンド名を渡してやります。えっ、ー、と、これは何でもいいです。えー、何でもいいです。間違えた。<laughs> えっとじ、これはシミュレーターですけれども、あのもちろん実機の、えっ、ー、と、実機の名前を渡してもらってもいいですと。で、えっ、ー、と、エスティメータードットランでサーキットとオブザーバブルのを渡してやると、その期待値を計算してくれますと。で、えー、結果、 がです、ねえー、こんな感じで書いてありますけど、バリューを見てみると,、えー、と、期待値っていうのは0.503だったということが分かると。で期待値の計算のためのショット数、サンプリング数は4000回だったこととか、バリアンスですね、どれぐらいばらつきがあったのかという指標ですね、分散がメタデータに入ってます。 という感じで、えっ、ー、と、期待値も、まあ、サンプラー同様ですね。エスティメーターも、あの、簡単に使えるものです、となっております。どんあれ消えちゃった。ちょっと待ったかね。じゃあ、スライドに戻ります。戻れた、戻れた。 はいえー、とここまででサンプラーの使い方、エスティメーターの使い方の説明をしましたが、えー、とどうでしょうか,なんか聞いて、ここまでで聞いてみたいことがあったらあの、チャット欄でもいいですしあの、しゃべっていただいてもいいので、あの聞いてみてください。質問いいでしょうか。どうぞ先ほどのえっと y t e ノートブックの,方のエスティメーターのところで、はいえ バリューが何倍のアレイで返ってきたと思うんですけど、これって、数値が入ってくることってありえるんでしょうか、はい、あ,ありがとうございます。そうですね。えっ、ー、と、あります。この例だと1個しか投げてないですけれども、えー、ちょうどさっきの、こっちの、あれがいいですね。えっ、ー、と、スライドの方で見ると、えっ、ー、と、こんな感じで、サーキットとオブザーバブルとパラメータの組を、そのリストで、 まあリストジャンプのタップルでもいいんですけど、まあ、リ,スあのリストとかで渡してやると、えー、とリザルトとしてこう、えー、と期待値3つ入ってますね、下の方のあの実行結果で3つ期待値が変えてくるという感じで、うん、あの同時に複数のえーと、えー、とサーキットとかオブザーバープルを投げることができるようにもなっていますこれは単純にその同時に投げた方がやり取りのオーバーヘッドが減るから。 という理由そうですね、それもあります。えー、っと、あと実装依存なので、えーっと、そうなってるやつとなってないやつがあるんですけれども、例えば状態が同じ状態で、あのー、なんだろう、物理量が違うものを投げていたら、で、そのパラメーターも同じやつだとしたら、その物理量同じやつだったら、その重複しているものが入ってるケースあります。例えば あないわ今回は、えー、と今回ないですけれども、まあ、あの重複しているものがあったりとか、あと同時に測定できるっていうのがあるんですね。なんか、特定のパウリだと、例えば ZI と IZ とかだったら、同時に測定できるパウリがあるので、それをグルーピングして、えー、と同時に測定することによってコスト削減するみたいな工夫が入っているものもありますし、えー、と入ってないものもあります。 なのでただ、そうですねあの、まとめて渡してもらう方がそが、実装依存ですけどあの、効率的にできる場合もあります,あり,ますありがとうございます。ありがとうございます何かありますでしょうか。なさそうであれば、とりあえず緩和の話、エラーの話にしていこうと思います。 まあ、さっきも言ったようにエラーいっぱいあります。これはオスプレイですね。あの、IBM シアトルのえっ、ー、のエラーマップ433量シビットもあるやつですけど、まあ、やっぱ結構エラーありますよと。で、まあ、ちょっとここで一般的な話ですけど、エラーって2種類あるんですね。えっ、ー、と、何かというと、ランダムエラー、えー、と,、えー、とシステマティックエラー、系統誤差っていうやつですね。こっちのランダムエラーっていうのは、まあ、 真の値が,がど真ん中にあるというふうに思ってまって、それに対してばらつく、ばらついていろいろ計算、期待値、計算してしまうというのがやつです。でこちらだったら、えーと、サンプリング数をいっぱい取ってやれば、この点がいっぱいあれば、その平均がまあ大体真ん中だよねっていうことが分かるわけですから、とにかくあのサンプリング数、ショット数を増やしてやれば消せます。 それはいいんですが、こっちですね、システマティックエラーの方はですね、えー、と系統誤差というのは、えー、とそもそもこの芯の値からずれちゃってるんですよね。でずれてるっていうのはまあ困るわけですねあの。どんだけサンプリング増やしたところでずれたものしか分かりませんで。そういうのをあので、実際ゲートエラーとかリードアウトエラーとかっていうのは大体ここずれちゃうわけです。 なので、戻してやる必要があるわけですね。それがまあエラーミティゲーションの概念です。で、エラーミティゲーションとかもサプレッションといったものを使って、エラーを減らしてやらないといけないんですけれども、いけないわけです。で、えー、とエラーを減らす方法として、もしかしたら、量子誤り訂正、QEC っていうのを聞いたことある人もいるかもしれません。 でこちらだと、まあ、エラー完全に消せるんですけど、すごくオーバーヘッドあ、まあ、どうもでかいのと、あとまだ厳しい実用的なレベルで実現しているものはありません。なので、まあえーと、代わりにエラーミティゲーションとかサプレッションといったものを使ってやる必要があります。で、えー、とこういう図を考えてみましょう。えー、と横軸は量子回路の複雑さです。 難しい回路であるほど右に行きます。で、縦軸はシミュレーションのコストです。で、今、今だと、まあ、そんな難しい回路できないので、この辺にいるわけなんですけれども、えー、っと、まあ、古典計算機、普通のコンピューターで計算してやる方が、えー、っと、シミュレーションのコストは小さいよっていう領域にいます。ただ、えーっ,とえー、っと、古典コンピューターの方が、えー、っと、 でえっと、ごめんなさいいいこういう領域に言いますで量子エラーミティゲーション、えー、誤り緩和込みで、えー、と量子コンピューターを使ってやった場合の方がえっ、ー、が、シミュレーションコストが小さくなる領域が、まあ、量子回路が難しくなればなる,なるほど、まあ、存在しますと。で、この領域で、えー、と量子、えー、とコンピューターを動作させたいというのが、われわれがやりたいことです。 ここにあの進むことを目指しているわけですね、この領域で、さらなる未来には量子誤り訂正があの優位な領域が来ると。そういう感じです。で、えーと、さっきからエラーサプレッションとミティゲーションという話をしてますけど、まあ、2種類あります。誤り、えっ、ー、と、よく、日本語ではあ、まあ、誤り抑制と誤り緩和っていうふうに呼んでますけれども、えっ、ー、と、抑制の方はですね、えっ、ー、と、まず、 追加のコストが、えー、とかかりません。というのがまあ基本的なサ,、えー、とサプレッションですね。あとはノイズに関するあの詳細な知識はいらない手法です。逆にミティゲーションというのは追加のコストがかかりますし、えーとそうですね、ポストプロセッシングとかもしないといけません。また、えーと エラーの知識が必要なのでキャ、そのエラーの知識を知るためのキャリブレーションの実験を追加でやらないといけないということもあります。なので、結構コストがかかるものという感じです。まあ、具体的にはこういったものがあります、えー。サプレッションとしてはダイナミカルデカップリングっていう、まあ後でちゃんと説明します。あったりとか、えー、とトワリング、パ,パオリトワリングって言われているようなものがあります。で、えっ、ー、と、誤り緩和、 の方法としては、えーと、メジャメントエラー、測定の部分ですね、最後にある測定の部分の、えー、とエラーを緩和する手法としては、サンプラーに、キスキドランタイムプリミティブズは、サンプラーに関しては M3 って言われる手法を使っていて、エスティメーターに関しては T レックスって言われている手法を使っています。また他にもゲートの方のエラーを緩和する方法として、 ZNE, ゼロノイズエクストラポレーションとっていうものとか PEC って言われているものがあります。まあ、この辺、後で順番に説明してい,くいきます。じゃあ、まずエラー抑制の方から説明します。DD です。ダイナミカルデカップリングって言われているのは、まあえー、とデでコヒーレンスとかを、えーと、あとクロストークエラーとかを抑制するための、まあ、制御技術ですね。 でえー、と具体的にはアイドルタイム、何も、量子ビットに対して何もしてない時間に対して、こんなような、えー、とパルス、まあ、ゲートを入れてやります、えーと。X ゲート2個、例えばですね、X ゲート2個とかです。でここ、X プラス、X マイナスって書いてるのは、X ゲートって、えー、X 軸周りの、えー、と180度回転なわけですけど、180度回す時に、えー、ときに、どっち向きで回るのかっていうのが、まあ 2種類、プラス方向とマイナス方向ありますので、まあ、そこで x プラス、x マイナスっていうふうに書いてますと。で、えー、とこれ、何が起こるのっていうと、まあ、当然、x ゲート、x ゲートですので、2回やったらあの180回して、反対に180回して元に戻るんで、何もしてないように感じるわけですけど、うん、とノイズの影響を反転することによって、ここの出かかるノイズの影響を。 まあ、反転している領域の、えー、とノイズの影響で、まあ、打ち消すことができるものもあるわけです。なので、えー、とそういう感じでノイズの影響をあの反転させてやって打ち消すという手法になります。で、このこういったその DD のシ,シーケンス、列ですねは、KISKIT Runtime Primitives は今はこの範囲イコーというのを使ってますけれども、まあ、将来的に XY4 というのもサポートしたいなというふうには思っていまして、 XY4 というのはこの XY、XY って交互にやっていくようなものです。まあ、複雑になる分、まあ、より多くの,あの、いろんな方向に対してあのひっくり返すので、まあ、より多くのエラーに対応できるものとなっています。で、えーまあ、もちろんそうなんですけど、X ゲートとかって、えー、とシングルキュービットエラー、えーと、量子ゲートにエラーがありますので、 ここにエラーがあるので、なかなか難しいわけですね。えっと、入れたら必ずしも DD、DD 入れたことによってあのエラーが入るということも実はあって、入れれば必ずしもエラーが減るというものでもないので、まあ、難しいです。で、DD って、まあ、要するにこうさっきも言いましたけど、アイドルタイム、何もしてない時間に対して、こうやって X ゲートをボーンと入れてやるものです。これによってちょっと、えっと、 エラーを減らすことができますこともありますで二つ目パウリトワリングってやつですだんだん難しくなってきますが、えー、とまずゲートエラーっていうのは何なのかっていう話をします、まあ、難しくと TPCP マッププラトレースプリザービングコンプリートリーポジティブマップなんですけども、まあ、こ,れこういうのを知らなくても大丈夫です大体の話をします 理想的なゲートがこうありますとで。ノイズによってなんかノイズなゲートに変わっちゃうわけですね。で、まあ、ここ変わっちゃうっていうのを、まあ、近似的に考えてやると、えー、とノイズチャンネルっていうのがあって、まあ、その後に理想的なこのゲートがあるっていう描像で書くことができます。なので、ノイズっていうのは、このゲートの前にかかっているなんか、えっ、ー、と、やつだっていうふうに、まず考えられるわけですね。 そのチャンネルっていうのを、えーとまあ、可視化してやったやつが、まあ、PTM っていうパウリトランスファーマトリックスっていうのであの可視化してやったイメージがこんな感じなんですね。これ白だったら、えーとまあ、エラーがないっていうふうに思っていただいたらいいです。で、まあ、いろいろエラーがあるんですけれどもトワリングすることによってこの対角成分だけにしてしまう。 っていうのが、えっ、ー、と、パウリトワリングっていう手法です。まあ、仮に。で、えっ、ー、と、この、もうちょっと具体的にじゃあどういうふうにして、こう、トワリングしてやるのかっていうと、具体的な操作としてはこんな感じですと。このノイズに対して、前後に、えっ、ーと,えー、と、パウリゲート、XYZ ですね、をランダムに入れてやります。 で、XYZ ランダムに入れるんですが、うん、えっと、この、えー、と c ノットにあるエラーを消そうと思ったら、まあ、c ノット側を、の、えっ、ー、と、外に押し出してやりたいので、実装としては、えっ、ー、と、この c ノットとこのパウリを入れ替えてます。つまり、えっ、ー、と、なんかパウリ行列があって、で、c ノットと入れ替えたことによって、ここパウリ変わるので、プライムダッシュとなってます。で、えっ、ー、と、パウリ行列で挟んでやると。 こういうような操作を、まあ、ランダムなパウリ行列で挟んでやるという操作によってさっきのようなことが起こりますよくわからないのでなんとなくのイメージをお伝えしますと,、えーっとまあ、エラーっていうのはこういうハンマーみたいなものですでハンマーでバンバンバンってずっと叩かれてるんですけれども、えー、っと何もしてなかったらこの物体っていうのはどんどん潰れていくわけですねぺになります。ですでけれども、 その XYZ といろんな方向でくるくるくる,くる回してやれば、えーっとまあ、ある程度ランダムにしてやれば、ノイズっていうのはのはこダメージっていうのは均等に分散されますよね。なのでぺしゃんこになることはないわけです。まあ、これがトワリングのイメージです。くるくるくる,くる回すって感じです。はい で、ミティゲーションの話をします。ここまでがサプレッション、抑制の話です。それえっ、ー、と、こっちから誤り緩和の話をしますで。誤り緩和というのはですね、まあ、イメージ的にはこんなもんです。えっ、ー、と、もともとの、えっ、ー、と、期待値計算してやった時に、えー、ときに、期待値の分布がこんな感じだったとしましょう。で、えっ、ー、とで、理想的な値がこの黒線だったとしましょう。そしたら黒線に近づけてや りますこうミティゲートしてやったらこんな感じになります。で、えー、と黒線に近づきはしますが、えー、と問題点としては、この山の広がり方ですね、ああちょっと広がり方が、えー、とより広がります。<laughs> 何が言いたいかというと、広がっちゃうと、よりたくさんサンプリングしないと、えー、と理想的な期待値を得ることができないと。 ごめんなさい理想的な期待値はもともと得られないですね、えーと。サンプリングのコストが増えるってことが言いたいわけですねサンプリング。山が広がっちゃうので、よりたくさんサンプリングしないといけなくなってしまう。なんていうのがエラーミティゲーションの、まあえー、とイメージですで。具体的な方法としてはいろいろあるんですけれども、えー、と1つ目がトワールミジャーエラーミティゲーション、T-Rex、まあ。T って言われてているる期待値のやつで使っている手法を説明します、えー、とまずそもそもリーダーウトエラーって何ですかっていう話をしないといけないですがリーダーウトエラーっていうのはこのミジャメントですね測定の部分にあるエラーですで理想的には、えーとまあ、シミュレーションだったら、えー、と何もしてない回路なので0が、えー、と100%得られるはずなんですけれどもこれ実機とかでやると えー、もちろんエラーがあるので、まあがえー、と00が90%、01が5%、10が4%、11が1%みたいな感じで、えー、と誤りが入ってきます。もうちょっと考えてみると、エラーっていうのは、要するに0が、えー、とあるべきだった、本来0だったものが1に変わったり、えーと、本来1だったものが0に変わるのがエラーなわけです。 で、まあ、0だったものが0になる確率もあれば、1だったものが1のまま正しく出てくる確率もあるので、うんとまあ、0だったものが0になる、1だったのになるってこう4パターンあるわけです。この線の数ですね。4パターンあります。1量子ビットの場合ですね。1量子ビットの場合4パターンあります。で、この4つの値を並べてみると、行列になっているわけですね。で、この行列のことを A マトリックス、アサインメントマトリックスとかノイズマップというふうに言います。 で、この A マトリックスをまず特徴づける、具体的にどういう風になっているのかを知る必要があります。それがキャリブレーションの実験で、じゃあどうやったら分かるんですかっていうと、まあ、こんなふうに00、えー、の場合を測ってやって、11の場合を測ってやったら、じゃあ,あのどのくらいずれてたかっていうのは取ってこれるわけですね。ああの今回、ミティゲーションの話あで、えーと この辺のミティゲーションに関してはキ、KISKIT キエクスペリメンツのチュートリアルに載ってますので、ぜひご覧ください。興味ある人は見てみてください。で、えっ、ー、と、キャリブレーションの実験としてをやってみると、さっきの A マトリックスってやつが分かります。で、理想的なだったら、えっ、ー、と、A マトリックスっていうのは、えっ、ー、と、アイデンティティ、えっ、ー、と、1になってないとおかしいわけですね。 アイデンティティになったないとおかしいんですが、そこからのズレを可視化すると、まあ、実際の時期だったらこういうふうにズレてるというわけです。で、最後、A、マトリックスのこの行列に対して、まあ、インバースかけたり、まあ、インバース計算するの大変ですから、インバースをかけないでもうちょっと賢くやる手もありますが、えーとまあ、頑張って計算してやると、エラーを打ち消すことができるというのが、えー、とリードアウト・エラー・ミティゲーションです。 で、えーと、一般的にはこの行列って指数サイズになってしまいます、えーと。量子ビット数に対して指数サイズの行列になってしまいます。なので大変なんですが、まあ、それを頑張って圧縮したりするのが、えー、M3 ですし、えーと、じゃなくてもうちょっと賢くやる手法というのが T レックスになります。今日はごめんなさい、サンプラーの M3 の説明はしません。 T-Rex っていうのは何かっていうと、トワイルドリー a d トエラ Error e x t i n c のことが T-Rex なんですが、えっ、ー、と、測定の前に、パウリゲートあ、さっきのトワリングですね、パウリえゲートゲートをランダムに入れてみあげます。えっ、ー、と、ここランダムに入れてあげることによって、この測定を対象化することができます。で、この対象化した測定を使って、まずこの C ってやつが、えー、と実行したい量子回路です。 でこの C という量子回路に対して、えーと、期待値を計算したものが、こちら、分子の分子です。とあと、キャリブレーションとして、えー、と何もしてないやつに対して、トアリングだけして、測定するっていうような、えー、と操作をしたものを分母に持っていきます。でそれを分子を分母でこう割るだけです。そうすると、理想的な期待値が得られます。 これはトアリングによって測定エラーを対象化したから、こういうすごいシンプルな操作ができるというのが T-Rex です。まあ、すごいいい感じですね。はい、あります。で、えーと、次の手法についてお話ししますと、えー、GNE ですね。ゼロノイズエクストラポレーションというやつです。これはなんとなくイメージ的につかみやすいかもしれません。えっ、ー、と、 まあ、期待値測定をしますと。そうするともちろんこのエグザクトなバリューから、えっと、真の値からずれてるわけですね。で、えー、とエラーを消すんじゃなくて逆に、えー、とノイズを増やしてやります。ノイズを何かしらの方法で増やすと、よりずれた値がこういっぱい出てくるわけですね。エラーでノイズを2倍、3倍、4倍、5倍ってこう増やしてあげるわけです。 で、増やしたこのノイズのやつ、えー、と点からを、に対して、線をシュッと引くんですよねあの。外装してやるわけです。そうすると、エラーが、ノイズが0のときの値ってだいたい分かりそうですよね。これが GNE って手法です、まあ。エラーを増やして、なんか線引く。まあ、これ、曲線かもしれないですし、曲線かもしれないですが、まあ、なんか線引く。そして、そして得られたものが、えっ、ー、と、よりいい結果。 期待値になっっててるよねっていうのがですじゃあ、ノイズ増やすって言いましたけれども、ノイズの増やし方ってどあのいろいろありますと。どうやって増やすんですかっていうといろいろありまして、まあ、例えばパルパ、パルスストレッチングっていう方法ですね。パルス、えー、と量子コンピューターのゲートでこういうパルスで、えー、と構成されてるんですけど、このパルスをあの伸ばしてやるという方法があったりとか、あとゲートホールディングとして、量子、えっ、ー、と、 回路イロの中にあるこのゲートをインバースと U の組み合わせってあのインバースってえと逆行列になって、ね、この U, U インバース U って消えるわけですね。なんですが、えっと、ノイズは消えないのでここでノイズを入れてやるとこういうあと無駄な操作を入れることによってノイズを導入してやるゲートフォーリングっていうのがあったりとかあとサンプリングによって増やすことがまあできます。 でえー、と増やし方、まあ、さっきも言った通り、パルスとかゲートフォールディングがありますで。ゲートフォールディングは実は2種類考えられて、ローカルフォールディングというので、その量子回路に対して1個1個のゲートを増やしてやるという方法がまず1つありますで。グローバルなフォールディングというのは、えーと、量子回路全体をこう U、U インバース、U みたいな感じで増やすという方法があります。 まあこういうふうに、えー、と量子回路ゲートを増やしたり、まあ、パルスストレッチしたりすることによって、えー、ノイズを増やすことができますで。最後、サンプリングによって増やす方法ですね。PEA という方法があります。こちら、えー、と今年の6月です、ね、に、えー、とパブリッシュ、出版された論文なんですけれども、えー、とです。 PC っていうのがありまして、PC ごめんなさい、後で説明します。こっちの方が難しいので。で、えっ、ー、と、インバース、えっ、ー、と、このラム、さっき出てきたラムダっていうやつですね。んと理想的なゲートあって、こいつノイズです。このラムダ1っていうノイズなんですけど、ノイズに対して、そのノイズを打ち消すインバースを足すのが PC です。でえっ、ー、と、ここで打ち消すっていうのが PC なんですけど、GNE の場合、PA の場合はこのラムダっていうノイズをここに入れてやると。 ラムダというノイズをさらに追加してやることによって、えー、ノイズを増やして、さっきの GNE、外装をしてやる。シュッて線引いてやるっていうような手法です。まあ、さっきの論文、ちょっとだけ見てみますと、127量子ビットですね。で、えーと、2次元のイジングモデルのなんかトロッターのクエンチのダイナミックスを見たというものになっています。で、えーとまあ、実際やったのはこういう回路です。 でトさっき紹介したトアリングっていうやつもやってます。トアリングすることによってノイズの、えー、とやつがあの対角成分だけになるので、まあ、簡単になるわけですね。ノイズ簡単にして、えー、とノイズを増やすってことをやってます。で、そうすると、えー、とこんな感じで、えー、と期待値の計算ができましたと。えー、この点線がまず、えー、と理想の期待値です。 で、えっ、ー、と、こちらが何もしてない、緑が何もしてない期待値で、黄色が1.2倍にしたやつで、えっ、ー、と、赤が1.6倍にしたやつです。で、これに対して、シュッと線を引いて、まっすぐな線を引いたやつが水色です。で、えっ、ー、と、指数関数でフィッティングしてやったやつ、まあ、曲がった線をシュッて引いたやつが青です。で、指数関数でフィッティングしてやった青が、なんか、えっ、ー、と、いい感じの期待値になってましたよっていうか、えっ、ー、と、話でした。 えー、はい。まあ、イメージとしては、こう、ノイズをシュシュッとあの増やしてやって、線を引いたら、理想的な期待値出てくるよっていう感じです。で、さっき、減らす方の話をし、えっ、ー、と、ごめんなさい、増やす話をしましたけど、減らす方もあります。ここ、インバースを入れるってやつですね。PC っていうのがあります。 PEC っていうのは、まあ、ここにインバースを入れるんですけど、このラムダ1インバースってあのユニタリー行列だったら、難しい、量子ゲートだったら、あの、可逆なので、逆操作って常にあるんですけど、ノイズって可逆とは限らないんですね。なので、ノイズって逆操作は一般的には、えっと、物理的な操作じゃなくなっちゃうんです。なので、まあ、ノイズを打ち消すのを入れるのは結構難しいんですけど、 大事には負の確率分布の,あの偽確率サンプリングっていうのをやったらできるんですけど、まあすごい難しいです。どう難しいかというと、コストが指数的なコストがかかります。このガンマーバーっていうのが、その難しさを表すパラメーターの一つと思ってください。で、実行時間っていうのは、この基本的にガンマーバーの ND 上。 n っていうのが量子ビット数、d っていうのが量子回路の深さですね。に、えー、と比例します。つまり、量子ビット数とか、えー、と深さに対して指数的なコストがかかりますで。ガンマバー自体は、まあ、これ、量子ビット、重量子ビットの実験ですけど、えー、と、 まあそんなでかくないように見えます。1.038とか1 0 1とか、IBM のブルックリンとかプラハとかですね、のデバイスでやってます。まあ、そんなでかくないようにも見えますけど、えー、100両緑の線見てみますと、これ100、えーと、レプスが100です。深さ100だったら、もう結構大変です、えーと。このやつの横軸はエラーです。フィジカルエラーレートですね。が10のマイナス3乗で、 えと縦軸が時間ですね、で10の8乗のオーバーヘッドがかかるとなると、書いてあります、えーと、1日かかるんです。期待値1つ計算するの1日かかる試算っていうのはこう結構大変なわけですね。なので、まあ、PC っていうのは、えーと、すごくオーバーヘッドはでかい、えー、と手法なんですけれども、まあ、ここを直接消しに行くっていうような、えー、と方法になっています。 はい。で、えっ、ー、と、今まで話したように、えー、な、えっ、ー、と、T-Rex, GNE, PC っていうのが、レジリエンスレベルという言葉で、えっ、ー、と、止まっています。えっ、ー、と、レジリエンスレベル0、1、2、3ってちょっと設定してやると、こういったものが使えます。で、レジえっ、ー、と、あとでもちょっと見ますけど、レジリエンスレベルが高ければ高いほど、えっ、ー、と、実行時間が長くなります。で、これが高ければ高いほど、えっ、ー、と、 結果がより良くなるか、ノイズをよりよく消せるかどうか、エラーを消せるかどうかというと、そうとは限りません。実は高け,高ければ高いほど消えるわけでもないので、やっぱりそういった性質を、あのこの手法の性質をなんとなく知らないと、使いこなすには至らないわけですね。サンプラーには j n e とか TX、間違った、j n e とか PC は今のところないです。M3 と言われているような、えーと、リードアウトエラーミシゲーション、測定エラーのミシティゲーションしかないです。 で、えっ、ー、と、最後、最後じゃないですね。ここで、えっ、ー、と、ちょっとだけ行動例を見てみましょう。どうなんかちっちゃくなっちゃった、ね、大きくなった。えっ、ー、と、エラー、抑制とエラー緩和の Jupyter、えー、ノートブックから取っていきます。で、えっ、ー、と、量子回路作ります。まあ、こういったようなトロッターの回路にしましょう。 まあえー、とこういうパーツからなる量子回路を考えています。でこれを繰り返して 2, 2ステップ、3ステップ、4ステップ、5ステップみたいな感じで、まあ、ちょっとずつ長くなる回路,のレ回路を考えます。で、えー、GNE の、えー、と設定はこれだけです。レジリエンスレベル2って書けば終わりです。ただ、GNE もさっき言ったように、あのフィッティングするときの,あの直線で引くのか、曲線で引くのかとか、 まあ増やし方、グローバルでフォールディングスをするのか、ローカルなやつをやるのかとか、いろいろあるので、その辺の設定は、いろいろ書かないといけません。それで、えっと、シミュレーターの場合だと、こういう感じで、シミュレーターセットバックエンドとすることで、バックエンドをあの,の情報をセットすることができます。で、計算してみると、こういう感じの期待値が得られますって感じですね。今回、5個、 の回路さっきのトロッターステップ5個の回路に対して同じ物オブザーバブルを計算してますけれども、まあ、こういう感じになりましたと。うん、で、あのメタデータがよりリッチになってますねといろいろ載ってます、まあ。リニアエクストラポレーターって書いてあるんでリニアまっすぐな線でシュッとやったんだなあのってことが分かったりしますと。えー、っとまあここら辺は飛ばしてじゃあ、えー、っと実機でこれ実機の結果なんですけどトッさっきのその トロッターの回路12345繰り返し数が1から5のやつを計算してみると,えーとどうなるかというのを見た図がこちらですと。えーとですね、赤がえーと理想的な値ですね。で、PC、これに関しては PC すごくよくまあ動いてます。さすが PC ですね。ただ、オーバーヘッドすごくでかいので多分これの実行にはすごく時間がかかったことでしょう。で、水色 GNE ですね。まあまあ良いですね。で、ピンク。 T x ですけども t ッ e x というのは、えっと、あリードアウト、測定のエラーだけなので、あ回路が浅いときにはすごくいい感じですけど、回路が深くなると全然ダメって感じです。で緑は何もしてないやつです。という感じで、回路が浅いときは T レックスで十分だなってことがここで分かりますし、回路が深くなるならば GNE がいいかなって気もしますし、PC はすごい時間かけたら PC でいいなって感じです。 ということで、えー、とまとめますと,、えー、と、こんな感じです、えーと。量子コンピューターミティゲーション、さっき説明しましたけど、あのすごく難しいです。実装するとなっても大変ですけれども、まあ、簡単に、えー、と使えるようにしているのがキスキットランタイムプリミティブです。で、えー、と100量子ビットの計算をする時代がやってきました。ということで、あのぜひあの100量子ビットシミュレーターではできないので、1 6シビットで実験してみてください。 で、えっ、ー、と、おすすめのチュートリアル、こちら、沼田さんにあのまとめていただいたんですが、えー、こういうのがあります。あの、いろいろなチュートリアルがありますので、もし、あの、帰ってみて、試していただけると嬉しいです。という感じで、えっ、ー、と、ちょうど、時間が近づいてきましたが、えっ、ー、と、今日の発表は終わりにします。じゃあ、質問コーナーに行きますか。 なんか質問あったりしますでしょうかよろしいですかはい、どうぞあの。リードアウトのエラーとゲートをかけたときのエラーって分離して区別できるものなんでしょうかあはい、できます。でき。っ えっと、難しいんですが、えどう答えようかな。まず、えっと、そうですね。えっと、大体はできるんですけど、スパム、えっと、その、リーダートエラーとかを、えっと、うまいこと、えっと、か、 打ちしてやるる手法もあるんですがいろいろごめんなさい、えーと、できる方法もありますけど、まあ、いろいろですね。えー、ちょっといい例があるので、見てもらいましょうか、まああの。リードアウトだけで言いますと、どこ行っちゃった少々お待ちください。こちらか。 リーダーとエラー、まずそもそもこうやってキャあの特徴付けますと言いましたとあの。0を準備して測定する、0を準備して測定するときのその測定がどれぐらいずれているのか見ますと言いましたけれども、まずここ初期化ですよね。あの初期化の部分で0が準備できている保証が、まあ、ないわけです。なので、ここの図でも実はありえますと。で、えっと、次、1を準備して測定します。1を準備して測定しますと言いましたけど、この X ゲート、もしくはエラー、もちろんありますよと。 なので、そこを、あのこ,こ,このやり方でやってるときは、ここのエラーも入っちゃいますよね。なので、えー、とこのやり方だと分離できません。でえー、と状態の準備とか測定のことを、ステートプリパレーションミジャメントでスパムっていうふうに言うんですけど、スパムエラーを分離した、えー、とゲートエラーの特徴づけの方法はもちろんあるんですけれども、ありますが、まあ、いろいろです。あの 普通にやっていたら、あまりきれいに分離してないケースもあります。ちょっと、あの、いいかうまく答えられてるか分かんないですが。<あ>この図だけ、パッと見てできるのかなと思ったので、うまいことを分離できるような形に持っていってやって、分離していあ,りますあで、えーと、ただ、えー、とスパムを分エラーフリーにするとか、そのすると、すごくコストがかかるので、実装上ではやってないことも多いですね。 分離せずに、まあ、あのこいつは、まあ、ちっちゃいから、X ゲートの間はちっちゃいからって見なしてやってるケースも多いです。あり,すありがとうございます。ありがとうございます。はい、他何か質問ありますでしょうか。 ちなみにあの、今今のキスキットランタイムではパルスストレッチングはなかったりはしますので、まあ、あのパルスのストレッチってパルスの,このキャリブレーションしないといけない、すごく大変なんですよね。なので、まあ、ないものもあります。何かご質問ありますでしょうか そうですかね、チャット欄もないです、ねまあ、あのキスキットスラックとか、ですねスラックチャンネルとかでもあ,のありますので、そちらでももし何か、あのかえってチュートリアルやってみて、分からないこととかあったら、ぜひ聞いてみてください。ということを一旦沼田さんにお返しします。